および国家に関する法律ってあったんです。民主党意見がバラバラやったんやっていうね。いろんな言葉が隠されてるんだ。言葉の謎っていうのはいっぱいあるんで、大谷由里子の一言言いたい。私よく聞かれることの一つに、大谷さんは右ですか左ですか、うん、私いつも言っても右でもない左でもない真ん中やでって言った時に、結構国旗の話とかも出てくる。国旗とか君が代の話ね、うん、私は国旗も君が代も大事やろと思った。それは何かって言ったら、どうしてもね、あの日の丸が気に入らんのやったらやで、みんなで考えたらええやん、新しい国旗考えたらええやんと、国家が気に入らんのやったらみんなで考えたらええやんと。でもいずれにしても国旗とか国家って必要だ。だってやっぱりオリンピックとかでなんかね、グッと来るじゃないですか。なんかこう自分とこの国の、これが私たちの国の歌なんだみたいな。私よく話すのはワールドカップのロシアに行った時に、やっぱり試合前にあのワールドカップのロシアのね、1回目の試合も 95% ぐらいコロンビアの中でね、もうコロンビアの人が国歌になったらみんなもうこうやってもね、みんなこう立って歌うわけです。私らは 5% 小さくなっても、でももうそれでも 5% の人間が少ないけれども必死で君が歌いました。海外で国歌歌う時とかってやっぱり私はこの国の人間だよ、ね、でそれはあの私はアメリカの小学校に行った時に、アメリカの小学校は必ずアメリカの旗と州の旗に誓いを立てたんですよね、朝学校 でそれは何かって、あなたはこの国でいて今はアメリカにいるんだから、自分の州と自分が今いるこの国をちゃんと思ってくださいねみたいな。だからアイデンティティを否定する気はないけども、国家とか国旗って私は大事やなと思うよっていう話をする中で、実は国旗および国家に関する法律ってあったんです。そうでしょ。それもね、そんなに昔にできてないんですよ。1999年8月13日に公布で即日から施行されてるんですよ。じゃあその法律ってどういう法律かって言ったら、国旗は日章旗とする、ね、日章旗、日の丸ですね、日章旗とすると。で第2条で国家は君が代とするって決まってるんです。あ、なんだとか。でもちろんね、これこう見るとそこに至るまでのずっと経緯があるんですけれども、まあ、この時に内閣総理大臣は誰だったかのね、国家と国旗が決まった時の内閣総理大臣、小渕恵三さんです。なんとなく興味ない。で、その時の内閣官房長官が野中博文さんで、結構面白い、これね、ネットで調べると、その時に誰が賛成したか、誰が反対したかとも書いてるんですよね。で、この採決で、まあ投票数が489名出て、403人が賛成してるんです、この国旗と国家決めることに。で反対は86人が反対してる、まあ、なんで反対するのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけども、まあ、自分の国の旗と歌が しっかり、これがあなたたちの国の歌なんだよ、あなたたちの国の旗なんだよって決まることって悪いことじゃないと私は思ってるんですけど、まあ、もちろんね、賛成したのは自由民主党ね、当時の自由党、公明党さんで、民主党はね、半分に分かれてるんです。ということは、この時から民主党、意見がバラバラやったんやっていうね、気がちょっとするんですけど、意外と民主党が半分に分かれてるんです。で、この時に反対した人って誰かっていうと、今、名古屋の市長の河村たかしさん。でもちろん共産党さんは反対ですね。もう反対派ね。で当時の社会民主党、土井たか子さん、辻元清美さんたちは反対なんですよ。でその時に切
険してた人もいてて、危険したのが後々横浜市長になる中田博史さん。でこういうの全部残ってんねやと思って、おもろいなと。でここで何が言いたかったかって、どうでもいい話やねんけども、この時参議院議員で さっきの衆議院議員です、うん、参議院で賛成した人と反対した人、やっぱり乗ってるんですよね。そのうちに一つに見つけちゃったんです。賛成もちろん自由民主党、さっきと同じように自由党、公明党、うん、そして西川きよし、西川きよしさんは国家と国旗が決まることに賛成したはったんやっていうね。なかなかね、こういうの おもろいなって、まあ、ただ私も、まあ、反対した人にはそれぞれね、あの何か考えがあると思うんだけど、なんで反対したのかなって聞いてみたい。あのでちょっとだけうんちく、どうでもいいうんちくかもしれないけど、私の友達で君が代を研究してる人間がいるんですけどね。であれはいろんな説がありますが、あれはもう本当に永遠で千代にや千代にでみんなが栄えることを歌ってるんだとか、もともとは万葉集の恋の歌なんだとか、いろいろね、いろんな説があるんだけど、これちょっとおもろいなと思ったのは、いろんな言葉が隠されてるんだって、うん、で、岩尾となりてって言うじゃないですか、うん、で、いって言ったら伊豆川とかごって言って字書くんですよね、うん、で、わってゼロのことだ、うん、だから五十音となってっていう、ね、意味なんだと。だからそこなんか五十音となってこうあなたたちにこうなんか言いたいことがあるとか伝えたいことがあるとかね、なんか、まあ、あの結構ね君が代を研究されてる方もたくさんいるんで、こういうのも私はいいとか悪いとか言うつもりはないです、うん、こういう言葉をの意味の解釈とかをいろんな方向で見るのも面白いです。だから例えばいろはにほへとちりぬるおわかよってなるのね。このいろは歌ね、皆さん覚えてますか、学校でね、いろはにほへとちりぬるおわかよたれそつねってね、あの聞いたことあると思うんですけど、あれもうまーくね全部五十音が入ってるじゃないですか、一個もかぶらずに。それを 7つずつ文字並べるんですよね。そうするととかなくてしす、とがなくてしす、だから罪もないのに殺されるんだよっていう言葉が込められてるとかね、いろいろこの文字遊び都市伝説結構ございます。そういうのもなんか見てみると、言霊研究をしている私の友達なんかはすごい面白いよっていうんで、そんなところにも興味を持っていただいたらいいかなと。この言葉の謎っていうのはいっぱいあるんで、また私どこかで暇な時にお話ししてみたいなと思います。ということで、ご意見等ある方は国家から言葉遊びに、言葉の秘めた意味って言ってみたんですけど、ご意見等ある方はこの国民うさぎまでよろしくお願いします。